おっと、なんか落ちてるよ。じゃビリヤードの弾は結局使ってませんが、いいのかな。ビリヤードもなんかの分岐だったりすんのかな。ビリヤードの弾全部手に入れましたかみたいな。壁にはかすかに擦り傷がついているが、それ以外に構ったところはなさそうだ。こん中に入れて運んできたのかな、シザーウォーカー。待って、床にかすかに血のついたネックレスが落ちている。この形どこか見覚えがある気がする。え？これモニカのしていたネックレス？え？モニカ近くにいるの？でもどうして？でもどこに？持っていかなくていいの？モニカのしていたネックレスが落ちている。もしかしてモニカどこかのコンテナに隠れているのかも。あー、なるほど。どうやって探したら、何か方法は？電話でしょう。電話でしょう。でもその前にちょっといろいろ探索してから電話かけますね。申し訳ない。開けることは無理のようだ。こん中とかにいるかな？ちょっととりあえず探索し尽くして、もう電話かけるしかないってなってからかけよう。なるほど、なるほど。待って待って。なんかいろいろあるね。でかっ！見上げるほどの大型のシャッターが完全に行く手を、横に見えるのが開閉スイッチみたいね。ほう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 。ちょっととりあえず、あ、ちょっと開閉スイッチ開ける？反応がない。めっちゃ連打するやん。でいいかな。あ、取り調べ室だ。取り調べの椅子だ。リモコン、テレビのじゃないわよね。何のリモコンなん？持っていく？あ、リモコン株を見ると、クレーンとマジックで書かれたシールが貼られている。天井にいくつものクレーンが吊るされているけど、これのことかしら。一応持っていこう。やったー！何でも持っていくな。早く充電器ねえかな、どこに。あった！よかったよかった。よし、セーブしたかった。オッケーオッケー。これがセーブだからね。待て、今何した？今何した？ちょ、待て。違うじゃん。これね、スマートフォンを。オッケー、充電。待て。もうなんか飛ばしちゃうというか。ちょ、待ってくださいよ。どういうこと？今セーブできたの？ちょっと不安だから、あれが見れるまでちょっと俺はやるよ。ちゃんと充電しておこうっていう。オッケーオッケーオッケー。時折なんかおかしいんだよな。オッケー。よしよし。あ、まだなんかあるぞ。木箱にはマジックで小さく、木箱と書かれている。木箱にわざわざ木箱と書き込んだのか、謎は深まるばかりだ。それいる？あ、なんか、倒れてんのか。フォークリフト、完全に横倒しになっている。車体のあちこちに傷があり、動かすことができるかどうかもわからない。なるほどね。他になんか怪しいもんはないかね。こっから来たのか。ダメだ、鍵かかってる。オッケー。じゃあそろそろ電話かけるかね。もう一周したね。オッケー。多分内側からかけてるんでしょ、鍵を。なので、ジョン・トンプソンのやつにかけますかね。いるかね。どこからか着信音がする。どこ？遠ざかってる気がする。ここ？コンテナの中何も聞こえてない。冷凍コンテナなのかこれ。まだ行ってない場所結構あるな。で、音が全く聞こえないんだが。ここが？うん、ここか。この中から着信音聞こえる。止まったけどね。ほら、開けよ。え、もう一回かけるか。きっとこの中にモニカがいるはずなのに。え、もう一回かけて。出ろよモニカっていうか、出ろ。これで、ほらモニカ、ダメなん？どういうことなん？どういうことよ？あ、これか。これか。やんの？突っ込むの？マジか。サムネだな、これ。いけいけ。こじ開けろ。いけ。ほら。え、どうすんの？
どういうこと、どういうこと。もっと穏やかなやり方なかったの。中からロックしてるんだよね。開けてもらえばいいんじゃないの。いけた、いけた。いや、これで悲鳴一つあげないモニカは化け物だよ。モニカ、モニカ生きてるっていうか、モニカ。おう、いるじゃん、アンニュイな。お前何やってんだお前。なんか言えや。見てんじゃねえよ俺を。なんだなんだ、でかいなおい。モニカ、生きてるの。あ、な、寝てんじゃん。まだ死ぬ気はないわよ。どっち。よかった、生きてるのね。ルーニー、なんであんたこんなところにいるの。死にかけてない。別に、たまたまよ。たまたまって。そう、でも助かったんだから、でかい、一応礼を言っとくわ。やばいな、疲れてる。あ、黙るね、遅い。うん、礼は言っとく。え、なになに、合流すんじゃないの。すげえ、谷間が。はあ、ほんと、まさか死にたがりに助けられるなんてね。大丈夫、だいぶ弱まってるみたいだけど。弱まってる、力が。ここ安全そうと思って隠れてたら、誰かに外からロックをかけられた。ああ、おかげでこの狭い中で寝てるしかできなかったわ。自堕落な生活。そんなことあの化け物がするとは思えないけど、一体誰が。え、でもジェロームしかいなくない、人間がやったとしたら。この空間、でもそんなのどうだっていい。私はとにかく行き止めてみせるわ。行き道にジェロームいたしな。でも必ず弟たちが私を養わなきゃならない子供たち待ってるんだもん。そうなの、結構複雑な。金持ちのいい男捕まえてないわ。せっかく豪客船に乗ってチャンスだってのに、こんな時にまだ諦めてないの。当然でしょ、私は金持ちの男捕まえて、これから弟たちとリッチな生活を送るのよ。タフなのね、あなたは。何があってもあなたは生還できるわ、きっと。当然よ、あんただってそれぐらい必死に生きなさい。そう、そうね、私も努力するわ。なんかちょっとモニカに対する考え方変わったぞ。なるほどね、お姉ちゃんなんだな。お姉ちゃんなんだね、モニカは。なんか逃げる方法見つけてきたの。いや、でもそうだ、教授から気になるメッセージ来てたわ。モニカも見たでしょ。知らないわ、私のスマホはどっかに行っちゃったんだもの。義眼の男に気をつけろって、何か事件の秘密を知ってそうだって。義眼の男、ほら知ってるの。オーナーだよ、オーナー。カフェで会ったわ、この船のオーナーで。ビゴ、ビゴって名乗ってた。ビゴ、その人の私もあったけど、義眼だって気づかなかったわ。義眼よ、義眼を沸騰消毒してるのを見たんだもの。ただ特に怪しい人物とは思わなかったけど、サイコパスほどね。そうなんですよ、探してもう一度会ってみる必要がありそうね。会うの、表現しそうで怖いんだけど。あ、これからモニカをどうするの。私は助かる方法を探しに行くけど、お前どうする。もう少し休む、まだ足に力が入らないみたいだから。私がおぶっていく、できそう。バカね、そんなことして化け物見つかったら二人ともやられちゃうでしょう。その時はモニカを投げるよ。死にたがりのくせに他人の心配してないで、あんたは好きに行きなさい。なんかお母さんみたいだね。あ、それとこれ持って行って。なんだろうか。ルーニー、指輪？ではネックレスつけてね。誰かの結婚指輪だと思う。切り落とされた男性の手首にはまっていたの。もしその人の奥さんが生きていたなら渡してあげて。ああ！意外に親切なのね。あったな、そういえば。こういうの大事にしてあげたいでしょ。とにかく任せたわよ。モニカ！見事かよ、おっさんが本当に犯人だったら気をつける。わかった、後でまた。文字読めなかった。後でまた。オッケー、アイテム、結婚指輪を手に入れた。で、もう一回話して。ふぅ、いいアングルだ。見えそう。モニカ大丈夫なの？大丈夫、あんたに心配されるほど弱くないわよ。あんたは自分の心配だけしてなさい。もう本当にない？ふぅ、はい。これで本当に本当に終わりか。よし、じゃ出まーす。達者でな。いい夢見ろよ。ふぅ、やっとだぜ。で、ちょ、セーブしますと。セーブして、まあ、ちょ、セーブしたいです。まずはセーブ。もう覚えたから。セーブの味を占めたからね。オッケー。じゃあちょっと何かないか探索してきます。行ってくる。あー、ここめっちゃ迷いました。ここ全然わかんなかった。ここ行けるんすね。なんか階段ね、登れました。動画撮ってなかったわ。びっくりしたわ。ボタン連打してたらいつの間にか行けたわっていう。うわー、ここめっちゃ迷ってた。20〜30分迷っ、ん？あ、これか。びっくりした。一瞬何かと思った。ね、登れて、
これでいけるんだよね。上に、上に行きましょう。あ、ちょっとしか上がんねえな。オッケーオッケーオッケー。さっき取ったリモコンね。左行く。ルーニー。ルーニーよ。さっき揺れたけど、今は揺れないのか？上は？まだ上行ける？まだ上か？どこまで行くんだこれ。あ、ここ限界コードっぽい。あ、そ、待て待て。下がるのか。え、待って。限界コードまで上がって、左？ん？右か？右。え、右に行って、あ、なんか穴みたいなあったっけ？排気口みたいな。これかこれかこれか。なるほどなるほどなるほど。オッケーオッケー。いやー、むずいっすね。ちゃんと調べれるとこ探さないといけない。オッケー、これでいいんだ。すーげー迷ってた。まさか登れるとは思わなかったよ。オッケーオッケー。で、なんかないか？調べれるものは。やっぱあれだね、常に動画撮っとかないと、いつ進むかわかんないね。まあでもずっとトリッパだとね、あのパソコンの容量的にもね、きついんだよな。いやでもな、初見の表情を伝えたいから、やっぱりみんなに。ねえ、あ、これかみたいな。あの瞬間を見せたいから、ちょっと余裕があるときはもうずっとトリッパにしときますね。あのさ、ちょ、ルーニー遊んでる場合じゃないんだよ、ルーニー遊んでる場合じゃないんだよ。ちょっと待って、ルーニーどうすればいい、どうすればいい、俺どうすればいい、そういうことあんだ。先読みみたいな。先読みなんだな。先読みクリックが基本なんだな。オッケー。シザーオーカー出そうで怖いが。大丈夫か？あ、ちょっと待って、出るの怖いな。え、なに、待って待って待って。ん？何を調べてても。中になんかあんのか？なんか先読みで調べちゃってるぞ、なんか。これか？違うな。なんか人死んでない？うわぁ、待って、これ。帰ります。宮野さんがいる。宮野さんが急に腰振りそう。あ、いいものがあるわね。横にいるクルーが運んできたものか、天井にある環境に合わせて脚立が。え、なになに？設置してあるだけ？ちょっと話聞くか。ちょ、何が言いたい？おや、あなた確かシンプソンさん。ルーニー・シンプソンさんでしたね。あなた確かパーティー会場のフロントにいた。はい、フロントマンのエリックです。いやー、まだ生きてる方がおられたとは意外でした。先ほどまでお知り合いのレナード教授と一緒でしたのですが、わけのわからないうちに海に放り出されて、ようやく髪の毛も乾いたところです。はっはっは。教授と一緒だったんですか？教授はどこに？落ち着いて、シンプソンさん。私も教授の居場所はわからないのです。教授と共に今回の事件の手がかりを求めて島へ渡ったのですか？その帰りに海に、わけのわからないままなんとか海にたどり着いたんですか？教授もその時に海に投げ出されたようです。それじゃあ教授は、死んでないよな。さてどうされているものやら、波が高いわけでもないので、もしかしたら無事に船に戻ってるかもしれません。他人事だな。ていうかあれだよね、教授だって襲われたよね、あの教団のやつらに。まあ教団かどうかわかんないけど、狂信者に襲われて、え、ていうか、え、あのジェロームって帰ってきた後のジェロームなの？え、じゃあもう背中になんか丸×ゲームの跡があるの？丸×みたいな。引き分けみたいな。え、で、エリックさんなんでここに？ここで何を？ここに入り込んだのはいいが、出られなくなってしまいました。仕方ないので上の通気口から移動しようかと。通気口から移動？え、ただ移動できてもエレベーターの電源落ちてるようで、結局別のフロアに閉じ込められそうになりそうなんです。電源を直す方法はあるんですか？この地下の電源室を修理すると合わせて、外伝板の、だったらすぐに読めない、ごめん。いや、制御盤は上のフロア、諸行エリアにある倉庫にあるんです。そこまで上がるためにエレベーターが動いてる必要があるわけで。なんだその矛盾。まさに鶏が先か卵が先かといったところです。ははは。こいつ絶対黒幕だわ。黒幕っていうか、ねえ、狂信者だよね、こいつ絶対。ああ、困りましたね。もう怖いもん。上のフロアと連絡取れれば何とかなるんですがね。内線も切れているし、スマホも持っていないもので、どうしたらいいものか。スマホ持ってる。スマホ持ってるよ。うわ、でも目が怖いもんな。これは何さ？クルーの制服を着た男性だ。乳首！